ミハイル・ドミートリエビチ・プロホロフは、ロシアの実業家、政治家。NBA のプロバスケットボールチーム、ブルックリン・ネッツのオーナーであり、過去には、ロシアの新自由主義政党、正義の事業の党首も務めていた。ユダヤ系。現在は、自身の新党、市民プラットフォームの党首を務める。2010年のフォーブス氏の推計によれば、総資産は134億ドルで、ロシア第2位。 世界では39番目にリッチな人間である。モスクワ金融大学の国際経済関係学部を卒業後、国際経済協力銀行に入校、ソ連共産党員でもあった。その後レアメタル分野で、ロシアでも有数の資本家になった。彼が経営していた当時のノリリスクニッケル社は、ニッケルとパラジウムの生産量で世界最大だった。現在の彼は、 ロシア最大の金の生産量を誇るポリスゴールド社の会長であり投資ファンドオネクシムグループの総水でもある身長2メートルを超える長身2011年6月正義の事業の当初に就任したが9月15日に解任された12月12日に2012年ロシア大統領選挙に立候補することを表明し 大統領選後の浸透結成も視野に入れていることを明らかにした。選挙での得票率は7.98%と5人中3位だった。2012年6月、政党国民プラットフォームの設立を発表し、大都市の住民に期待し、ロシアの発展に向けた革命路線を擁護すると述べた。2007年、フランスのリゾート地クールシュベルで現地警察に拘束された。 容疑は、彼や彼の友人が同行してきた、16人の女性の、買収斡旋。戦。4日後に誤解が解け釈放された。また女性たちは、コールガールではなかったという。ミハイル・プロカーウフ、ザ・オリガーク・プレジデンシャル・キャンディデート、ラシャン・マインド、リリーブド28セプテンバー2013、ブラウン、チップ、ザ・ NBA、エス・オリガークアンドヒズ・パワー・ゲームズ、ザ・ ニューヨークタイムズマガジンリリーブド12ディセンバー2011 f o r b e s b i l l i o n a i r e l i s t f o r b e s c o m チップブラウンザ NBA エスオリガークヒズパワーゲームズ RU ニューヨークタイムズカンパニーゼー27-2012ニ二十ヨ2011ミハイルプロカウフ エスチャイルドフットニックネームはズジラフロシアンビリオネアヘルドーバープロスティトゥーツアトスキーリゾートありがとうございます